皆さんこんにちは。今回は管理業務主任者マンション管理士のガイダンスとしまして、目指せ短期合格、科目別攻略法、レック式過去問分析でメリハリ速習としまして、おおよそ30分程度でご案内をさせていただきます。担当はレック専任講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そうしましたらお手元にですね、こちらの目指せ短期合格科目別攻略法という、レジュメがもしあるようでしたら、お手元にご用意いただければと思いますが、ない方はこちらの画面に適宜移してまいりますので、ご参照いただければと思います。今回は管理業務主任者とマンション管理士の資格試験に直前期から、短期間で合格を目指す方向けの、講座についてご案内をさせていただきます。まずはじめに、どの資格試験を受ける場合も同じですけれども、なんとなく学習を始めてしまうのではなく、明確にその向かう敵ですね、挑戦する資格試験がどういったものなのかを理解していく必要がございます。まずはじめに管理業務主任者からいきましょうか。管理業務主任者はどなたでも受験ができます。受験資格に制限はなく、例年12月の第1日曜日、例年12月の第1日曜日に開催されております。出願につきましては、例年9月の初旬から下旬頃までですね。では続きまして、マンション管理士。マンション管理士もこちらも受験資格は制限がなく、試験日は11月の24日、11月24日、11月の最後の日曜日です。11月の最終の日曜日に行われます。予定ですけれども、行われる予定となっております。どちらも1週間遅れで、まず初めにマンション管理士、その1週間後に管理業務主任者と、ほぼ同じタイミングで開催される試験なんですね。で、こちらの2つの試験共通の内容としましては、出題形式が四肢択一のマークシート式となっております。マークシート式です。出題の構成としましては、どちらも共通です。50問の出題を2時間で回答していただきます。つまり1問あたりおおよそ2分24秒で回答しなければいけない。結構ですね、四肢択一問題のマークシート式で50問の資格試験を学習したことがある方は、ああとなると思うんですけれども、結構時間がタイトなんですよ。ですから、まずはじめにもし学習を始めようと、で今年合格するぞというふうに決めた方は、どういったふうに出題されるのかをしっかり確認していただく必要がございます。でこれに関しましては、後ほどまた改めて見ていきますけれども、こちらのレジュメに、過去問題集から何問か抜粋したものが載っておりますので、まずはじめにテキスト等を購入される前に、どういった問題があるのかっていうのを確認してみてください。具体的には、ちょっと解いちゃったんですけれども、こういった形の四肢択一問題が例年出題されております。四肢択一問題ですね、が出題される形です。毎年この四肢択一式で50問で構成されております。では、この管理業務主任者とマンション管理士、それぞれ別の資格試験ではあるものの、レックにおきましては、この速習講座に関しましては、同じ講座で内容を学習してまいります。理由がこうなんです。出題される問題、内容がかなり重複しているんですね。例えば管理業務主任者をこちら、マンション管理士の昨年の出題状況がこちらになりますが、見ていただきますと、民法その他法令、民法その他法令、区分所有法、区分所有法、標準管理規約、標準管理規約、マンション管理適正化法、適正化法と。で、管理の実務について、会計、建築設備系、建築設備系、設備系の法令、設備系法令、そうですね、建築基準法ですとか、都市計画法ですね。で、同じ範囲の出題があります。もちろん、では全く同じようなことが聞かれるのかというと、
管理業務主任者と比較するとマンション管理士がやや深掘りしてきたもの、深掘りをする部分、例えば、マンション標準管理規約なんかですと、こちらの管理業務主任者は担当型、つまり1個のマンションの、そのマンションの中には居住のスペースしかないよっていうようなマンションだと担当型というのを使うんですけれども、そちらの問題がメインになっていますが、ではマンション管理者と、マンション管理士の方になりますとですね、このマンション管理士では団地型や複合用途型といわれる、その担当型ベーシックなものとは異なる団地を形成している場合の規約、あるいは複合用途型といいまして、上層階に居住のスペースがあります、下の階には、店舗ですとか事務所のスペースがありますっていうような、そうですね、最近作られるタワーマンションなんかですとそういったものが多くありますけれども、そういった建物の時の管理の規約についても出題がされたり、やや深掘りされる傾向はあるものの、出題される科目がかなり被っているんですね。被っているので受験される方によっては、まあ、少し大変なんですけれども、毎週試験で大変なんですけれども、管理業務主任者試験を同時に受け、さらにマンション管理士の試験を同時に受けるということも可能です。ただしこのマンション管理適正化法に関しては1個ポイントがありまして、何か上に戻っていただきまして、一部の免除というところです。管理業務主任者かマンション管理士どちらかの試験にまずは合格すると、もう一方を受験しますよっていう際に、そのマンション管理適正化法については免除されるんですね。つまりマンション管理適正化法で必ず出題がされております5問がすでに正解した状態で次の試験からスタートができるということです。ではこれらの内容が重複する管理業務主任者マンション管理試験ですが、気になる合格率はどうなのと。管理業務主任者の合格率は昨年のデータで見ますと合格率は 23.2% です。ではマンション管理士は、マンション管理士は同じような内容なんですよ。同じような内容であるにもかかわらず合格率は 8.2% です。つまり出題される分野といいますか、科目は重複しているものの、難易度がかなりマンション管理士の方が高いっていうことが、まあ、ここから伺えます。では合格点はというと、皆様方におかれましてはやはり合格点っていうのは気になるところかと思うんですけれども、資格試験で重要なのはその合格率なんですね。その合格率のパーセンテージより高く入れれば要は受かるわけですから、点数っていうのはその年の、問題の難易度によって大きく変わりますから、それよりも平均として、じゃあ約 20% 以上が合格率だなと。じゃあマンション管理者とマンション管理士推しますが、まあ、6% 以上の上位 6% に入れればまず間違いなく合格できる可能性が高いなという、そちらの他の方、要は管理業務主任者試験、マンション管理試験は落とす試験なんですよ。落とす試験だから他の受験者よりも高い点を取る、高くいくっていうことを目指していただく必要がございます。その点でいうと管理業務主任者試験はやや難易度が低く、とはいえ 23% か、ある程度いけるんじゃなかろうかって思う方、これ10人いたら2人しか受からない、5人に1人しか受からないんですよって考えると、なかなか厳しい試験ですよね。こちらはもっと大変です、もっと大変ですというようなところでした。はい、では続きまして、今度は2ページにお進みください。レジュメは2ページにお進みください。続きまして、その資格試験の概要を先ほどご説明させていただきましたが、よし受けてみようと思った方、受けるぞというふうに決意した方は、先ほどもお伝えした通りかなり難関の資格ですから、なんとなくの気持ちで学習をする、これは時間の無駄です。ですからまずはじめに、よし受けるぞというふうに決めた以上は、今年合格する、最短で合格することをまず第一の目標としてください。では目標としていただいた際に最も重要となるのは何か、過去問です。過去問をしっか
かりと対策すること。管理業務主任者試験、マンション管理試験においてはもう過去問を制すものは試験を制す、受験を制すと言っても過言ではありません。なぜかというと、もちろんマンション管理士、管理業務主任者試験ともに過去にあまり出題されてない、あるいは出題頻度が高くない、ちょっとこれは難しいなっていう難問と言われる問題ももちろん出題されるんですね。出題されるんだけれども、基本的にその上位の合格者に食い込むため、上位の合格点に到達するためには、そういう難問が解けなくても合格できるんですよ。でそのじゃあ難問ではない、例えば難易度が優しい、あるいは普通と判断される問題って、過去にも同じような言い回し、同じような出題がされているものがほとんどなんです。ですから過去問で、ああこういった問題は出題頻度が高いなですとか、あれこの内容をさっき解いた問題でも同じこと聞いてきてたなと、じゃあ具体的にいつ出題されたんだろう、例えば昨年2019年にも出題されているな、あその後2017年もにも出題されてるなっていうふうに見ていって、直近の10年間ですね、直近5年間ないしは10年間である程度出題されているものは繰り返して出題されている可能性が高いです。でもちろんその資格試験は、まあ、流行り廃りとは言わないですけれども、これは近年出題されにくくなってきた、逆にこれは近年出題されてきたっていうのもあるんですけれども、そういったところを読み解く上でも、その直近の過去問をしっかりと対策を取るっていうのはかなり重要なんですね。ではただやみくもにその過去の問題を、まあ、入手して解き続ければいいのかと言いますと、先ほどもお伝えした通り、例年管理業務主任者試験、マンション管理試験ともに難問が出題されます。じゃあ難問も対策するのと、時間がもったいないです。やったところでおそらく今年は出ないでしょう。それですからレックの過去問におきましてはこんな分析をしています。分析方法その1、出題頻度。どれくらい出題頻度が高いかによって、出題頻度が高いものは当然対策が必要ですし、出題頻度が低いものはあまり細かく対策する必要はないですね。まずは出題頻度で判断します。さらに分析方法2つ目、正解率。正解率は他の受験者の方が正解できた問題というのは皆様方においてもこれを落とすわけにはいかないんです。しかしながら他の受験者が正解できなかった問題、他の受験者が正解できなかった問題は合格者の方でも取れないっていうような難問だった場合には対策をする必要がありません。もちろん一切対策しなくていいとは言わないですけれども、難易度が高い問題ということはそれだけ対策を取るのに時間を要す、あるいは細かなところまで、細かな知識まで求められるという問題であることが推察されます。それに時間を割いている余力はないです。それをするくらいだったら出題頻度が高くてなおかつ正解率の高い問題にとにかく全力を注いで時間を使って当たってほしいんですね。でそちらのその正解率が高くなおかつ出題頻度が高い問題、どうやってご自身で見つけるのかと、ここが問題なんです。私もその50問の過去問を、まあ、入手する方法は知っています。おそらく皆様もお手元にあるそのパソコンですとか、今こちらを見ていただいているスマートフォンですとか、そういったもので探せばすぐに出てきますが、じゃあそれをただひたすら解くのかというと、もう本当に時間の無駄なんですよ。ですからレックの教材では先ほども提示しましたが、このような過去問題集のちょっとですね、これ本当は縦にこうなってるはずです。横にしてください。この過去問題集の解説のところに正解率のパーセンテージと他の誤りの選択肢を選んでしまった方が、じゃあそれに何パーセント、どの足に何パーセント回答してしまったのかという細かな情報まで提示して、その上で難易度を判定しています。でこの難易度が優しいっていうふうに出てきたものは
皆さんが回答できていますから、ぜひ受験されるっていう方はこれを取らないといけない問題なんですね。ではページをめくっていただきまして3ページ、はいはい、3ページをお開きいただきますと、その今度は出題頻度の調べ方、今見たのは難易度です、難易度、今度は出題頻度の調べ方です。3ページをご参照ください。過去問題集の表紙といいますか、あの辺ごとに出題一覧というものを織り込んでおります。この出題一覧を見ていただきますと、直近の10年間、過去10年間でその分野が何回出題されたのかと、合計でその1年間にその分野では何点出題されたのかが一覧で分かるようになっています。でそれを見ていただきまして、例えばです、例えばそうですね、賃貸借、賃貸借については毎年必ず出題されています。2問か1問、毎年必ず出題されていますから、1点取るぞっていう点ではここは欠かせないですね。では請負いは、と、請負いは10年間で2回しか出題されておりませんと。で2回しか出題されていないということは出題頻度は低いものの、2年空けて1回出ているということは、今3年間出題されていないので、どうかなと、まあ、とはいえ請負いについては間違いなく出題頻度は低いですから、対策としては後回しになりますね。というのを、出題頻度についてはこちらで探っていただきます。ちなみにこういう学習方法をされる方まれにいらっしゃいます。何か民法はちょっと考え方が求められるから難しいんだよなと。だけど区分所有法ですとか、まあ、あるいは管理業務、ごめんなさい、標準管理規約とか適正化法とか、そういったところだったら対応できるし、実務とか設備系はもう覚えていけばいけるから、民法を捨ててこっちで点を取るという作戦もダメなのかというと、いや、私は場面によってはありだと思います。要は超直前期にもう何とかしなければいけないとなった場合には、おそらくご自身の得意分野で攻めるっていうのが一番有効なんですが、基本的にはやめていただきたいです。なぜか、先ほども管理業務主任者、マンション管理士でどれくらいの出題があるのか確認してきましたが、もうどれかを捨ててしまうとその点数が諦めることになるんですね。ではご自身が自信を持っていらっしゃる分野できちっと取れるのかっていうと、各分野ごとにそれぞれ難問と言われる問題が絶妙に盛り込まれてるんですよ。で盛り込まれてしまったせいで、何かを捨ててしまって他でなんとか点数回収しようとすると、そっちの難問おそらく解けないので、おそらく解けないと合格点にギリギリ足りないっていうような出来事が発生するんですね。ですから可能な限り各分野を捨てずに、その分野ごとで、その分野ごとできちんと対策を取っていただきたいんです。ではその分野別で見た対策は、このレックの教材を使った場合どのように対処していけばいいのと、それが今お話ししていたこの出題頻度と難易度なんですよ。出題頻度と難易度を照らし合わせて、優しい問題は絶対落とさないように対策を取り、さらにレックの問題では、はい、4ページです。4ページ。4ページ見ていただきますと、優しいものと普通のものと難しいものに3段階に分けています。3段階に分けておりまして、で、それらの出題頻度と、出題頻度と正解率から重要度が算定されています。この重要度に基づいて、A ランク、B ランクは絶対取る。で、さらに優しいものは絶対落とさない。可能な限り、この普通のものについてもぜひ取っていただきたい。というようなところです。では、難易度が優しいものと普通なものを落とさないように対策を取り、難しいものについては、まあ、ある種諦めの境地ではないですけれども、できれば対策をするにしておくと何が起こるのか。ページとしましては、まず5ページ。管理業務主任者試験をご受験予定の方5ページです。
5ページ。5ページを見ますと、2019年の本試験を細かく分析するとこうなりました。ずっと出題がされてきていて、でこれ統一から順にではなく、難易度が優しいものが上で普通なものを下にしています。そうしますと、難易度が優しいものと難易度が普通のものをきちっと落とさないように対策が取れれば、この時点で合格基準点まで到達できているんです。難しいものは難しいものをすべて落とす、できればなんですけど、難しいものの中でも 4,5 問に1個は、正解できるといいなというのが難易度が難しいものを意味しておりますが、この状況下であったとしても、もし難しいものが一切取れなかったとしても、普通なものと優しいもので優に合格点には到達できるんですよ。だからただ闇雲に過去問を、そうです、2019年50問、2018年50問っていう過去問をただひたすら解いているだけだと、やらなくてもいいところに無駄な時間使ってしまうんです。いいですか、本試験で2分24秒で1問ずつ解いていって、きっかり2時間なんですが、じゃあそれを実習、ご自身で学習していくと1問あたり何分かかるのか、おそらく一番最初問題を解き始めた瞬間ですと、人それぞれですけど、ものによっては4分5分かかります。でさらに解き終わった後に、じゃあ内容を確認しようと復習する時間で1問あたり10分15分とか場合によっては使っちゃうんですね。それもったいないです。それをするくらいだったら、こっちでその分数だけ別の問題解いていただきたいんですね。で難しいものほどその復習とか読み解くのが時間がかかります。もうちょっとそれは置いといて、とにかく短期決戦で今年絶対合格するぞっていう方は、その難易度がきちっと提示されていて必要な問題だけが載っている教材を使用すべきです。そうしていただければ合格に限りなく近いだけの知識を手に入れることが可能です。では今度マンション管理士も見てみましょうか。マンション管理士、マンション管理士は少しページが飛びまして、具体的には11ページです。11ページお開きください。はい、11ページから見ていきますが、マンション管理士はというと、マンション管理士は合格率が昨年は 8.2% とやや難関でした。難関と言われるだけのことはあります。難しいもの3点取れたら、難しいものも含めて3点取れたら合格点で、優しいものは絶対落とさないのかっていうと、もちろん数問はケアレスミスをしてしまったり、ハード忘れをしてしまったっていうのが起こるんですよ。で起こった時のことも踏まえると、もうちょっと取れたらいいなと。だから 4,5 問のうち1問1問1問は取れたらいいなーで、取れてなんとか合格点、だからちょっと難易度が高いっていうのがこれで読み取れますが、やはりじゃあそこについてをがっつり対策するのかというと、これは得策ではないです。やはり重要なのは基礎となる基盤となる難易度が優しいものと難易度が普通だったものをまずは落とさないことで、絶対これを落とさないぞという対策を取った上で、この難しい問題にも少しアプローチしていくというのが最短での合格方法と言えるかと考えます。はい、ではそれらを踏まえた上で、その分野で落としちゃうのはもったいないんですよというのをお話をしましたが、ページ数はですね、管理業務主任者が6ページ、マンション管理士が12ページにございますが、各分野ごとにその難しい問題と優しい問題で置いてみました。置いてみるとこうなります。はい、法令編は優しい問題が全部で5問ありましたと。でさらに、ちょっと難しいな、難しいな、でもいけるかな、普通に解いてほしいなっていうのが3問で、これはちょっときついでしょと、これはちょっときついでしょっていうのが2問の合計10問です。では民法苦手っていう方が例えたとして、これを落としていいのかと。5点は優しいんですよ。で普通っていうのもちょっとやればできると、難しいかもしれないけど、でもちゃんと見れば解けるよというのが普通。そしたら、たとえ苦手っていう方でも、優しいものについては基礎の基礎とかきちっと過去問を何回か解けば、もうすっと解けるものなんですよ。これを捨てちゃって、じゃあ分野ごとに
全振りしてこっちで満点取るから、こっちの建築設備系が得意だからこっちで満点取るからこっちは捨てても大丈夫、いやいやいや、この難問はじゃあ解けるんですかと。難問はこれまでの過去問であまり出題がないものですとか、あるいはテキストなどには一切記載がなく、どう対策を取っていいかもわからなかったような問題がパラパラと出てきてしまうから難問なんですよ。それが出ちゃった時に対策厳しいですよね。これで満点取れるのと。いや、確証はないです。ですから分野で捨ててしまうとか分野で全振りしてやるのではなく、もちろん分野ごとに何点出るのとか、ご自身はどこが得意とかを知るっていうのは重要なんだけど、そうじゃなくて難易度別で広く見てほしいんです。難易度が優しい、普通、難しいで、その分野でこだわるんじゃなくて、分野ごとに難易度が優しいものは必ず取る、普通なものも食らいついて絶対取る、で難しいものについては時間はかけない。で、場合によってはもうこれはやらないという選択肢が出てくる問題もあります。で、そういったものについては潔く捨てるというような形で効率よくやっていただきたいところです。ではマンション管理士はというと、マンション管理士は見ていただくと難しい問題がかなり多い分野もあるものの、例えば会計は管理業務主任者も同一ですが、比較的対策が取りやすく、しかもですね、この近年の傾向を見ますと、少し前まではマンション管理士の会計というのは訂正仕分けなんかのちょっとこれは普通かな、あるいは難しいというのはないですね、普通かなっていうのがパラパラと出ていたんですけれども、近年は管理業務主任者で出題されるようなやや対策がしやすい問題が結構出てると。こういうのを体系的に見分けて、マンション管理士難問もあります。難問も取っていかないといけないんです。取っていかないといけないけれども、難問がないところや、あるいは難問があったとしてもその分野での簡単から普通ランクは絶対取るぞっていうのをきちっとやっていただくだけで、ある程度本試験で戦える力がつきます。こっちのマンション管理士も分野で諦めちゃうとか、ここは捨てるっていうのはしないでですか、建築設備系も難しいからちょっととかもしないで、ここについては取っていくというのを徹底していただきたいというような話です。はい、ではこの17ページ、少しページ飛びますが17ページを見ていただきますと、今のこの過去問の対策方法と、講座についてのご案内の結びとしまして、レックでのその速習、いいですか、短期決戦です。もう速習で限られた時間で合格をつかみ取るために必要な内容として、皆様が何を受験されるか、どういうふうに受験するかで異なるんですよ。例えばです、管理業務主任者、マンション管理士でダブルで合格するぞっていう方は、管理業務主任者ではこの知識だけで戦える、だけれどもプラスアルファでマンション管理者はこういう知識がいるんですよっていうので、満貫プラスというものがございます。で、満貫プラスでは、例えば先ほど標準管理規約では管理業務主任者は担当型がメインですと、だけれどもマンション管理士では団地型といわれるものや複合用途型といわれるものも出るんですよというところや、あるいは不動産登記不登法ですとか、あるいは都市計画法の細かな部分で、さらに建築設備系でいうと水道法なんかはマンション管理士固有の分野というふうに考えられますから、そういったところまで対策を、していくような形になりますと。あるいは管理業務主任者試験だけをまずは合格する方は、こちらの管理業務主任者の速習コースを選んでいただくというような形で、皆様がどれをご受験するのか、どういったふうにご受験されるのかによって各種プランもご用意しております。で、詳細につきましては、お問い合わせをいただきますか、あるいはインターネット上にも詳細ございますので、ぜひご検討いただければと思います。とにかく重要なこととしましては、ただ闇雲に過去問を解くのではなく、きちっと難易度が分かる教材を使って、難易度に応じて各分野を広く学習すること、各分野できちっと抑えなければならないところを抑えていく、これが何よりも重要です。はい、では以上で管理業務主任者、マンション管理士の、ガイダンスを終了とさせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。